はいどうもこんにちは、さかなです。スプラトゥーン2のヒーローモードやっていこうと思います。前回ねこのシューターの強化できなかったんで、今回ねシューターを強化して、おお、あ、見た目めっちゃ変わるじゃん。あ、そうなんだ。え、かっこよくない？じゃあこのヒーローシューターでやっていきましょう。あ、このなんかオレンジのやつめっちゃかっこいいじゃん。なまって顔になんかかぶっちゃって、これほらほらほら、この面のやつがかぶる。まあいいや、行きましょうか。どっから行くんだ？前回何面までやったんだっけ？覚えてねえや。あ、これやろ。あ、1個しか出なかった。行きますか。ジャンプ。さて、それでは。どこまでやったんだ？なんだっけ？ 3 面ぐらいやったよね。3面ぐらいやった。あ、6面やってやる。じゃあ7、8、9面か。いきましょう。さて、大掃除だよ、裏通り。プロが教えるキレイ術。松井ポ、やめとけ。いきましょう。旬な話題をね、放り込んでいくスタイル。これが、魚ゲーム&なんかっていうチャンネルだな。ダメだよ。ね。毎度ありがとうですし、またこの武器を使ってデータを集めてほしいでしょ。オッケー。どうすんだろう、これ。どうすんだ？おお、なに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 ？松井さんが、やめろ。松井さんがすげえ掃除してるわ。すげえ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 。で、そんでもってさ、やっぱりさ、アイテムの取り逃し俺やばいらしいね。まあ、それはしゃあねえわ。うん、まあ、初見で全部見つけたらな、まあ、神ってもんだ。さあ、行きましょう。まあ、アイテム取り逃しはね、あんまり気にせずに、とりあえずゲームクリアを目指していこうと思います。これ、今回あれかな？この面は多分、クリーナーがいっぱいいる面なんかな？多分そうだよね。クリーナーに邪魔されないように行けっていうタイプの面なのかな。あ、なんかありそう。ないない探す。おおお、何？ない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 。あ、デカブツがいるのか、ここに。なるほどね。おい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 、奥さん奥さん、ちょ、アーマー欲しいんだけど。アーマー、ちょ、めっちゃ来てる。松井さんが、ちょ、松井さんちょうだいそれ。よし、行きましょう。さ、え、なんだこの床、乗れるパターンある？最高。こうして割っていけ割っていけ割っていけ、オッケー。割っていけ、ジャンプ。よし、これに乗って上に行く。なんだこの壁は。いくらを取っていけ。このヒーローシューターメインでさ、僕はクリアしたいんだよね。できればそのレプリカが欲しいからね。あ、なんかある。なんだあれ、あれか、イクラのパックか。イクラパック、イクラパックを取りたいが、待てよ。グレポイ、オッケー、いいね。おお、やった、割れた、ラッキー。いいね。あー、出た、スプリンクラー。なんか今作さ、スプリンクラーが弱くなってるんだっけ、なんか対戦でね。なんかそういうなんか意見がね、どっかにありましたけど、コメントかなにあったんだけど、スプリンクラーのやつまだね、対戦で使ったことないんだよね。おーつ、あのデカブツ厄介だな。あそこ乗れっかな。これ割っといて、この上に乗っとけば簡単。やべ、引かれちゃう。なんだろうこれ。あ、なんか下を行けんな。なんかまあなんもないか、行っちゃいましょう。待てよ、こいつを倒したい。倒す、この上に乗る。オッケー、割っていく。このでっかいタコちゃん倒して、こいつも倒して、ここに乗りたいが、後ろから松井さんが来ている。ジャンプ、いけ、オッケー。結構硬いけどね、時間かければ割れるっていうやつですね。じゃあボム投げて、あれ乗れないぞ。この上か、こいつの上から乗るんだな。じゃあこいつを誘わないといけないね。こう来て乗らして、ちょっと乗らしてよ、乗らして、よし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 、スイッ、オッケー。順調じゃない？結構ね、まあ、一応下とか見ながら。まあどうせ取れないんだけどね。節穴だから俺の目は。節穴タイプの目だ。あの風船を先に割りたいな。近づこう。風船割りまして、オッケーオッケー。あの箱も割っちゃいましょう。あ、え、どうすんだこれ。え、ちょっと待って、どうすんの、どうすんだ、取れないんだが。え、やえ、え、
どうすんだ、どうすんだ、なんか下に行ける。あ、これか、これか、これか、これ経由、これ経由。いや無理やん。え、どうすんの。え、取れないんだか、取れないんだか、あれ。ちょっつー、ちょっつーやめてーや。え、取れないんだが。ちょっとちょっとちょっと、なんもないよね。これがあるけど、いくらがあるだけで。ちょっつー、ねえ、新しい言葉生まれちゃった。ちょっつー乗れねえやんこれ。え、ダメやん。しゃあない。もう血の涙を流しながら行くしかないぞ。悔しい、悔しいです。どうすんだろうこれ。上から、上から行けるパティーン、上から落ちるパティーンあんのかなこれ。鍵、よしよしよし、オッケー。あ、行けるパティーンやねこれ。せーい。あ、なんだ、途中で降りなくてもいい。ゴールが、ゴールがあれやった。もうなんなんこれ。全部裏目に出る。任天堂の思うツボ、任天堂の思うツボ。私ね、ちなみにね、これね、ゲームのね、ユーザーがね、消えて、ダウンロード版の権利がなくなって、これね、スプラトゥーン2個買ってますからね。さ、そんな愚痴をなんか言いながら行きますからね。さあ行きましょう。これなんだ？ドアの向こうになんか見えた？ん？あ、なんか、手に入るけど。何すんだ、これ。なんかクリーナーさんっぽいのが見えるけど、どうすんだ。考えろ考えろ。なんか矢印があるけど、よいしょ。あ、なんかある、なんかある、なんか吹き出てるよ。どうすんだ、どうするんだろう。グレ投げてるけど、とりあえず。おお、あ、なんか割れたけど、なんなん、なんなんすか。あ、これ開くんか、開くんかーい。開くんかい。待てよ、じゃあこうして、こっからジャンプしてこう。急になんかデザイン変えないでほしいよね。鍵使うやつ、今までなんか円柱型のなんか金属っぽいやつだったやんねえ。まあ何でも試せってことだな、そういうデザインだな、スプラトゥーンは。やっていこう。おーつ、食らっちゃう。ここ塗って乗りたいが落ちてしまう。反対からしか登れない。登ります、登りまして、いきます、倒します、箱割ります、なんか取ります。いくら取って、まずは風船割ってからの、あいつ多分あれでね、やっぱ正面しか守れないから、なんだろう、普通に上から撃っちゃえば倒せるやつ、倒せるやつ。待って、ここインク回復できないやつ。これも鍵か。はーい、なるほどね。はい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 、上からいっちゃおうかな、上から。オッケー。でもこうインクが回復できないんだよな。上から行くパターンだと箱が取れるぐらいか多分。あ、でも途中からこれ登れるね、柱にインクが乗れるから。やめてくれ、やばいやばいやばい。あんま、これちょっと、あんまが、登ろう登ろう登ろう。あいつに引かれるのが一番痛いからな。よいしょ。さてさてさて、近づくぞ。ほっほっ、乗れない。よいしょ、オッケー。このまま行こう。この箱も壊しちゃって、イクラのパックをゲット。おお、引かれちゃった、あいつが、かわいそうに。なんかあっち側にも箱があるね。この箱もらおう。空っぽかい、まさかの空っぽかい。ここの乗れるね、乗れます。なんか後ろもなんかありそうだけど、まあいいや、行っちゃいましょん。おーっと、これはどっから行くんだ。またこれあれか、こいつの上に乗るんかな多分。そうだね。でこっから行って、途中でイカになってしまえばいいと。なるほどね。誘導してこいつを、インクをなんか塗ることでこいつがなんかさ、進む道をさ、誘導できんだ。なんかそういうおもちゃあるよね、なんか機関車トーマスかなんかのさ、なんかやつあるよね。うん、なんかの水で濡れるさ、なんかシートみたいなやつにさ、線書いて、そこをなんかトーマスが走るみたいなやつあるよね。何の情報だよ。急に急に切れる。さて、来ましたね、松井さんの面クリア。よー、あー、オツ、そうだ、武器を持ち帰るのはプラスでできる、ありがとう。そしたら
次8面か。あっちだね、8面。8面行きましょう。8面はどう行くんだ？まあ、この真ん中の上か。このマンキャノンのとこだね。マンキャノン。マンキャノンのとこで。ほい。これですね。行きましょう。くるくる伸びるキャンプ場、塗ってピロピロ、戻ってピロピロ。語呂はあんま良くないね。リズム。塗ってピロピロ、戻ってピロ。いや、俺もあんまセンス良くなかったわ。さあ行きましょう。さあ、ヒーローシューターで行くぜ。ヒーローシューターで行くぜって言おうとしたら思い切りかんだわ。さあ、風船割りの。おお、なんだ、なんかクルリンパしたね。あ、戻るんだ。はい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 。だから戻ってピロピロなんだ、これが。なるほどね。面白いね。なんか一時的に展開する橋みたいな、そんな感じやね。なんかあれをなんか壁としても使えるのかな。お、すげえ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 。面白いよこれ。こう来てね、箱壊しいの、敵倒しいので、下は何もないですね。そしたら登っていきましょう。よいしょ。オッケー。登りまして、なんかアイテムがあるから取りたい。オッケー。おお、オッケー。あんまりこれ時間長くないな。なななななな、なるほどね。これ敵にさ、妨害されるんだ。じゃあグレネードで、ボムか、ボムでね。他のゲームの癖でグレネードって言っちゃうけど、すいませんね。あの、厳しい方いたらね、その、あの、僕、見逃してください。あの、僕はちょっと他のゲームでよく、あの、爆弾を扱っているものでね、それでグレネードって言っちゃうんですよ。本当にすいません。お、なんか出てきた。お、やった。やったぜ。あ、なるほど。こいつ自体に攻撃判定があんのか。さっきのクリーナーみたいな当たり判定。あ、なるほどね。反対側に出すパターン。あ、壁。やっぱり出たね、壁。壁パターン。なるほどね。ちょい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 。オッケー。なんか下行けそうだな。下行けるね、てか。下行こう。ん？あれ、看板か。おお、煮干し。これがなんか、この右下のやつがなんかね、変なアイテムに見えた。そんだけ。ジャンプ。あー、ジャンプ。オッケー。いいですね。ジャンプして。あ、2段階。面白。デザイナーマジ神。おい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 。おい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 、やめて、やめてえな、やめてえな、やめてえな。壊れんなよ、壊れんなよ。よしよしよし、壊れるとか戻んなよ。おお、結構余裕あるね、時間にね。オッケー、行きますか。行きましょっか。さてさて、これは何が待っている。おっと、横パターン。なんかサスケみたいだな、サスケ。いや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 、焦る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 。なんかある、なんかある、なんかある、なんかある。何、なんかある。オッケー。え、え、え、どうしろと。いや、どうしろとこれ。いや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 、待て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 、こうなるでしょ。いや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 、え、いや待て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 、ちょっとどうしろと。何諦める、諦める。悩んでいたら動画が長くなるから。いや待てよ、何かがあるはずだ。あー、なんかある。あの紙っぺらがある。あはー、諦めたってコメントに書かれるぞ。諦めやがったってな。すぐ諦めるタイプの人間だって。人間じゃないけど、名前的にはな。一応中身は人間でやらせてもらってます。おお、すげえ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 。いや、面白いなこういうギミック、マジ神だわ。これなんだ。あ、撃つやつ。お、すげえすげえすげえ。おらおら、下手くそか。おらおらおら、倒した。お、なんかいる、なんかいる。オッケー。いいね。お、なに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 。なるほどね。ないないない、ちょっと待って待って待って。待って待って待って。待ってよ。待って。そうそうそう。いいよいいよ。え？あ、2回目撃つと戻っちゃうやつか。なるほどね。これで行くんだ。行け。レッツラゴー。レッツラゴー。オッケー。
いや、あれ何？ん？待てよ。ひらめいた。魚さんひらめきました。あ、なんか箱ある。今気づいたけど。よーし、あ、こうか。これだな。よい、あ、ランライ行きます。オッケー。そしたら多分怖えよ。どこまで戻ったこれ。ねえ、ここか。もうあれか、もう敵とか全部復活するんだね、死ぬと。なるほどね。そしたら横から行く。横から行って、でこれでしょ。これ面白いからいいわ。死んでよかった、2回遊べて嬉しいです。さてこれでこうして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 、でこれなんかあるでしょ絶対。え、何こんだけねえ、こんだけいっこうさんみたいになっちゃった。さてなんかさ、てっきりさ、あの変なとこに戻るんかと思ったけど、まあ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 、まあ、やめてくれー。あぶねえ。面白い。いいですね。いや、非常に面白いわ。いや、あれマジ焦るわ。さあ次救面かね。オッケー。この絨毯面白いね。さて後ろか、どこだ、あれか。さてさてどうやって行くんだっけ。ここをこっから行くから、こっからか。ここに乗るにはこっからか。こう来てこうするじゃないですか。で、こう来て、え？どうやって行くんだ？なんか前行ったよね、あれ。あそこ。あ、スポンジか。なるほどね。はいはいはい。あ、待って！あー！これ先にこれ割らないと濡れないから、あそこが。あ、なんかいた、なんかいた。え？なんだお前！なんだお前！これグレで食らわないかな、この人。ねえ。ダメだ、全然顔してくんない。あ、いいね、スポンジがあるからもうこっからいけんだ。はーい、なるほど。じゃあ救命いきましょう。襲来タコゾネス、あー出た。なんかあれだよね、あの対戦マップで戦うやつあったよね、タコゾネスって。ねえ、ちょっとしゃっくりが出そうで怖いんだけど、いきましょうか。タコゾネス、あ、やっぱそうだ、出た。あ、かわいい、かわいい。豆電池ナマズ、最高。これ何すんだ、戦えんのかな、倒しゃいいの。あ、いる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 。オッケー、箱割ってこ、箱割っていきたい。あ、では箱見逃しやんな。あ、なんかある、なんかある。オッケー、これ何、あ、これか、これをやんのね。はいはいはい、なるほどね。オッケーでーす。何これ何これ、取れるの取れるの。オッケー、あと7つ。あいよ、あと7つ。どっから帰るんだよ、こっから帰るね。帰ろう、上にあったから、上に。あ、ここにもあんじゃん。お、いる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 。多分1匹に対して1体いるのかな。あー、なんかこれぬるーっと復活するね、このシールド。さあ行きましょう。確かこっちにありましたね、ありましたありました。いる、いないかな、いない、いなかった。じゃあ奥に行きましょう。あ、ありますね、でっかい箱がある。お、後ろにいる、危ない。どこにいる、わかんねえ。タコトネス、よし、ゲッツ、上行っちゃおう。あと何個だった、あったあったあった、いる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 ぞ。オッケー、何このシールド、買った。お、なんか飛んだぞ敵が。よいしょ、これ何、これ何。よし、あの上行こう。オッケー、
どこ行った、どこ行った、どこ行った。 OK、 はいよ、あと3個。上に1個あるね。上に1個あって、あそこに1個あるから、よし行きましょう。急に来そう。大丈夫、後ろにいるね、気をつけて。 OK、 おっと危ない。お、こっから上行けるじゃん、行け。おお、すげえ。あー楽しい、あー楽しい。おお来るぞ、よーし、シールドゲッツ、行きましょっか。レイ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 、オッケー、いるね、オッケー倒した、よし、オッケー、あと1個。あ、なんかスポンジあったし、なんかいいね、このさ、普通のさ、なんか対戦マップがアレンジされてる感じがすごいいいからさ、こうガンガンアレンジしたマップもね、なんか期間限定とかでいいから出してほしいよね。で、あと1個はどこ？どこだ？あと1個。あったあったあった、上だ。ハイパー上にあった。敵のなんかもうリスポーン位置、初期位置だよね。こう来て、あ、いる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 、あーっと、シールド割れちゃった。倒していこう。あ、やべ、2体目来た、2体目。取ろう、取ろう、取ろう。よいしょ。おう、あ、これで終わりなんだ。ばったり、バッテラストリート。いいね、次、ボスだ。さ、ボスに行くぞー。なんか目が光ってる感じいいね。おう。急須の蓋が開いて、箱がある。箱がある。割れたけど何もない。まあ、いっちゃおう。さっくりとボスに行くぜ。さあ行くぞ。どんなボスかな？一面のボスがなんかあのパン焼くトースターみたいなやつだったよね。さあ。毎度ありがとうですし、またこの武器を。あれ？ヒーローローラーになってる。あれ？なんでだ？なんでだろう？戻れる？戻れない。まあいいや。ローラーでいくか、行きましょう。わあ、毎回辛そうだなこれ。お、あ、ローラーだ。ローラー対ローラー、そんな感じ。あ、なんか持ってる、バッター。おお、タコツボ侍。はいはいはい。どうすんだこれ、倒し方は。どうすんだろう。危ねえ。タコツボバイク。おお、なんだなんだ、どう倒すんだろう。倒し方わかんねえ。なんか弱点的なやつあんのかな。おーっと危ねえ。おーっと危ない。振る瞬間に行くべきか。来た、バイク攻撃。これ避けてなんか後ろ殴るんかな。ほら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 、ようわかんねえ、ようわからない。ハイパー初見。なんだあの動きは。お、後ろがガラ空き。何、なんかめっちゃ濡れてるよあいつ。いいの、合ってるこれ。おお、食らってる食らってる。来るかな。なんだこれ、何するの。なんだこのゆるい感じは。ああ、おお、いいね、出た出た出た。これでいいの。なんだ第二形態。うん。なんだこの、なんだこのボス戦は。あ、侍っぽい。おお、おお、縦振りになった。無殺気。お、すげえすげえすげえ。おーっと危ない、めっちゃ降ってくる。ほら
ほら、おお、すげえ、すげえけど、なんなんだろうこの感じ。お？ジャンプ攻撃来るよ。はい。食らわしとけんのかな。よし、回転切りが来るな、あのキュピーンの瞬間に。おら、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 オッケー。なんかぬるっとしてるこれ。なんだこのボス。なんだこれ。なんだこれ。よくわかんねえ。ぬるーっとした。とりあえず塗っときゃいいんだな。はい。なんか黙っちゃう。なんか黙っちゃう。お、最終チェックポイント。絶対やばいやつが来るでし。お、すげえ。超遠距離。まあ、チャージャーみたいな感じだな。よし。あーばい。避けられるかな。ほら、ほら。キュピン来た、キュピン。溜めといて。縦振り来る。来るぞ。逃げろ。危ねえ。ジャンプ攻撃来るよ。あいよ。ほら。ほら、ほら、やばい。近づこう。こう来て、まずいぞ。ほっ、避ける。この次多分ジャンプが来るのかな。お、来た。あ、バイクか。避けて。おお、連続か、連続。倒せ倒せ倒せ。オッケー、いいぞ。あ、倒した。なんだこのボス、微妙。正直言うと微妙。なんかこうギミックをこう制覇していく感じが楽しいんだよね、やっぱり。巨大ボス戦ってなるとなんか大味になっちゃうのかな、わかんないけど、これ一面のボスが僕は好きです。はい。そういうことやな。このリアクション。さ、じゃあパート3かな。こんなところですかね。なんか出てくるかな、メッセージは。おう、ふう、ちょっと焦ったね。トムアレ4号お疲れ様。それにしてもあのタコたちの基地、なんとなくガーリーになってない？センス変わった？引きせ。ん？なんせ。なんせか。なんね。無線の調子が悪いのかな。捨てられたガラクタのせいでタコツボキャニオンの電波が乱れてるのかもしれないんですし。イカスミバンドと呼ばれるかな、 IKSM バンドと呼ばれる電波帯はいろんな製品で使われてるですし、特に電子レンジは強い電波が。はいはい。じゃあ使わないときは無線の電源を切っとかんとね。よし、倒した。うん、なんとも言えないボスだったね。うん。じゃあこれあれかな、全4面とかでそれぞれのボスをなんかそれぞれの武器で倒すんかな。ねえ、マニューバー、チャージャー。ねえ、じゃあこんな感じで今回終了でございます。ご視聴ありがとうございました。スプラトゥーン2のヒーローモードでした。ではまた会おう。